カンデラリア協会カンデラリア協会虐殺事件は、1993年7月23日、リオデジャネイロのカンデラリア協会で、8人の漏れ液児、不和が警官を含むグループに射殺された事件。刑事司法判決は2人のみ有罪。カンデラリア協会は、多くが違法薬物売買、売春などに関わった、家のない子供たちの簡易宿泊所の機能を持っていて、食料、 シェルター、教育、宗教指導などの援助を行っていた。事件前日の朝、子供たちはパトカーに投石。夜中、教会の前に停車した、数台の車のグループは子供たちのグループに発砲。8人が死亡。数名が負傷。なおこれは、現場に駆けつけたボ骨の証言であり、彼女は実際は何人殺されたのかも不明であると、述べている。 当時のマスコミ発表では6名死亡と伝えられた。リオデジャネイロは国際的観光都市で知られるが長年のインフレなどによる国家的な経済不安定の影響下からこのような路上生活する少年や犯罪行為に走る少年たちが問題視されていた。またこのような犯罪行為に走る少年が後を絶たないことから地域や社会から不満の声が根強かった。その後、 警察及び関係者により路上生活者への取り締まりや歩道を名目とする暴力行為が次第に明るみに出るも、商店主や地主らの心判から保釈金の看破や警官側に有利な裁判への証言があり、無罪として釈放となったこともあった。またリオには死の舞台と呼ばれるグループがあり、商店主らは治安悪化などで、 観光客などの客足が伸び悩むことから、給料の安い警官や、元警官などがこうした依頼を受けて、路上生活者に、言葉巧みに近づいて、車内や、人気のない場所で、暴行や殺人を行っている。従って、それらを偶然目撃した、一般市民も多くを語らない。国際社会はこの事件を非難、子供たちに発砲したグループは起訴される。利用地裁は、 元警官、マルクス・ビニシウス・エマヌエル被告に、禁錮309年の有罪判決を言い渡した。名前、年齢62名が生存したと推測され、ソーシャルワーカーは子供たちのその後を調査。うち39名は、路上生活の環境により死亡。生存者の一人、サンドロ・ロサド・ナシメントは、2000年6月12日、バスハイジャック事件を起こす。 事件はテレビで生中継されたが、ナシメントは、カンデラリア教会虐殺も含め、いかがに、ブラジルの刑事司法制度が貧困層に不当であるかを、訴えた。彼の生涯と、この事件の調査は、映画、バス174にまとめられている。また、このバス174をもとに、ナシメントに視点を置いた、映画、シティオブマッドが、 本国ブラジルでは2008年の10月24日に公開されている。原作がナシメントを取り巻く社会の構造を中心に描いたものであったのに対し、今作はナシメントを中心とした一つの物語として成り立つように制作されている。ありがとうございます。